ワシントンでのピープルズコンボイの政府のワクチン義務化に反対する活動は続いています。3月10日には共和党のテッド・クルーズ上院議員もこの抗議活動に加わりました。3月10日テキサス州共和党テッド・クルーズ上院議員はメリーランド州ヘイガースタウンでのピープルズコンボイ抗議活動に参加しました。クルーズ上院議員は車列に参加した運転手を 自由を手にするため、すべてのアメリカ人のために立ち上がったと称賛しました。その後、自らトラックに乗り込んで、この車列とともにワシントン外周の環状道路でデモを行いました。周辺に集まった多数のアメリカ人が国旗を振って支持を表明する様子を見て、クルーズ上院議員は感動を覚えたと明かしています。デモの終了後、トラック隊は引き続きワシントン郊外にとどまり、 クルーズ議員と先頭のトラックは市街地に入って議会議事堂前で記者会見を開きました。3月8日、クルーズ上院議員とロン・ジョンソン議員をはじめとする複数の上下院議員は、トラック隊の代表と面会して運転手らの訴えをヒアリングし、現在の強制措置を構成した政府の緊急時の権力を解消する方法について話し合いました。NTD ジャパンがお伝えしました。